皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの長野です。本日、また明日、待ちに待ったバネック1のビットコイン ETF 承認の発表がなされると、世界中の投資家が固唾を飲んで待っている。長野研究会の皆さんも仕事が全く手につかない、そんな状況ではないかと思います。そんな中で、なんとも不届き者だな、なんとも不届き者がいると、そういう情報が入ってきました。なんとバンエックマンビットコイン ETF、 アメリカの弁護士が認可の可能性を予測したと。しかも、却下だと。そんな不届き者が出てきたと。そういうものは、この私が、今ここで、成敗してみせる。ということでね。まずおさらいなんですが、5月21日火曜日、明日ね。明日、まあ、アメリカ時間だったら明後日かもしれないですけどね。バン、エッグバン ETF ね。これ、シカゴ取引所も入ってるからね、アメリカのね。由緒正しい、バン、エッグバン ETF。これ、ビットワイズはトゥインクルボス兄弟がね、入ってて、ちょっと怪しいから最初からもう逆に却下させしろと。却下しろっていうね、要請が強かったんだけど、このバンエック版はシカゴ取引所も入っててね、由緒正しいやつですね。で、これはもう承認されるの 150% だというふうに言われてて、でも一気に800万まで行くよと。ね。これがですね、これが、なんとですね、延期じゃなくて却下なんだよと。コインポストのですね、ニュースにですね、バンエック版ビットコイン ETF 延期ではなく却下の可能性も弁護士が解説と、ふざけんじゃねえと。ね、21日まで、5月21日までに明日ね、可否判断される予定のバンエック版ビットコイン ETF に関して、米弁護士が見解を述べた。最近の市場動向も考慮した上で、セックの判断を延期 75%、却下取り下げ 24.9%、認可、なんと 0.1%、 ふざけんじゃねえ、この野郎と。お前何様なんだと。何様なんだと言いたいでございますよ。米国における仮想通貨ブロックチェーン企業に関わる、規制に詳しい、弁護士が、米国時間21日と、買い判断の期限が迫る、バン・エックマンのビットコイン ETF の現状を解説したと。弁護士は昨年から米セック証券取引委員会が仮想通貨の ETF に関する発表は複数企業をまとめて行っていた傾向があったにもかかわらず、先週ビットワイズ社の申請のみが先に延期されていたことについて疑問視していると。当たり前じゃないか。バンエック版だけが承認されるんだから。2019年3月、セックはビットワイズ社とバンエック社のビットコイン ETF に関する延期発表を同時に行っていたと。3月だから2ヶ月前ですね。また昨年も複数企業に ETF 申請を却下することを発表した際も同時に行っていた。いる。うん、いいよ。さらに、同氏はビットワイズ社とバンエック社の申請時期は5日以内に行われ、開閉判断の期限が近いにもかかわらず同時に発表が行わなかったのは珍しいケースだと指摘したと。ね。当たり前じゃないか。バンエックマンのみが、認可されるんだからと。弱気になるなと。弱気になるなと。ね。弱気、次に、うん、それで、次回、ETF 申請、ビビっておしっこ漏らしてんじゃねえと。俺は最後まで行くよ。世紀末来てんだからね。これは、誕生ですよ。死であり、誕生であり、誕生であり、死であり。
アルファであってオメガであり、オメガであってアルファなんですよ。今回 ETF 申請の延期発表が同時に置かれたことを受け、今後2日以内に判断が発表される予定のバンエクは却下される可能性が大きいかもしれないと予測している。その理由として以下の要因を述べた。ふざけんじゃねえこの野郎と、正面ちびってんじゃねえこの野郎と、時間を取るメリット、好ましくない仮想通貨情勢、好ましくなったじゃないかよ、上がったじゃねえかよ、ビットワイズ社の延期発表に記述された疑問視点、両者の ETF における違いと、弁護士は米国の規制当局であるSEC の立場上大きな前例となる、なり得るビットコイン ETF を承認する場合は可能な限り多くの時間を費やすことで十分に検討を行ったことを示すことができると説明。単純に延期を行うのであればビットワイズ社と行いたずである上、認可である場合は10月まで判断を遅らせるべきだと踏んでいることから残される選択肢は却下なのではないかと予想してるんじゃねえで、ふざけんじゃねえ。何でもかんでもアメリカは年末に引き延ばしてクリスマス商戦にぶち込もうとしてるんだよね。また最近の仮想通貨市場がビットコインをヒットに大きく乱高下を見せていること、そしてテザー社やビットフィネックス社の親会社に対するニューヨーク州司法長官との騒動も仮想通貨に対する疑念を再燃してと述べた。確かに直前に やられたなこれ。テザーの野郎ふざけんじゃねえと。ちょっと待ってくれと。じゃあちょっとビットコインの現在価格を見てみましょう。上がってますよ。88万5千円。朝方90万までいったけど、ヒゲヒゲ。ヒゲ。誤差誤差誤差。もう、まあ、90万。もう100万と言っても過言じゃないよ。もう、死者購入したら100万じゃねえか。はい、どうですか。はい、ここでね。ここでね、朝ね、朝ここで90万9000円いきましたね。朝8時のことでございました。そしてビビっちゃってまたね、おしっこちびってこう下に落ちたけど、ね、85万、86万まで落ちたけど、また上がって、今は88万5000円ですね。はい、すごい上がってますよ。すごい上がってますよ。すごい上がってます。そしておねむ。おねむのねむちゃんは、あ、大丈夫、待ってますね。ビットコイン ETF ちゃんとお利口さんに待ってますよ。そしてあ、モニアちゃんはもうバッチグーですね、バッチグーですね。はい、もうビットコインキャッシュも準備万端で、サリアムいいわ、サリアムよ、すごい昇竜拳、昇竜拳。あ、これは冷やしだった。1時間足はどうなんだ。はいはい、 いいところでね、いいところで、はい、順番待ってますよ。大丈夫です。で、リップルはどうなった？リップルはどうなった？ビットバンクのリップルはどうなったんだ？ビットバンクのリップルはどうなったんだ？ちきしょう、みんなし、もう、待てないからって、待てないから。こういうのはね、最後までね、忍耐強く待てた人間のみが、勝てるんですよ、投資っていうのはね。ブラフの世界だからね。この弁護士もね、自分でビットコイン貼ってんだ、これね。それでみんなを蹴落とした後、ビビらせて蹴落とした後、自分だけが億万長者になる。そういうわけにいかせねえぞ、と。さらにビットワイズ社の申請判断が先週発表された際、SEC の発表には4ページに及ぶ業界関係者などから仮想通貨に関する見解やデータを求める箇所が含まれていた。確かに。このような質問には仮想通貨市場の健全性や市場操作に対する堅牢性、取引所の出来高の水増しに関する見解など業界にとって前向きでない質問が多い。そのため弁護士はこのような流れはバンエク社の申請にとっても好ましくない状況だとではないと説明したと。違う、あれはね、ビットワイズはいかがわしいにも程があったからですよ。あぶり出そうとしただけです。しかし同時に単純にバンエク社の発表に時間がかかっただけである可能性もあると指摘。現状では延期されなかった場合、申請が却下される可能性が高いと予想した上で、以下のような割合だと独自の持論を展開した。ふざけんじゃねえお前、何様だと思ってんだ。延期 75? ふざけんなとね。却下 24.9? ふざけんなと。認可 0.1? ふざけんなと。認可が 150%、 却下マイナス 50%、 延期 0%、 私の予想です。仮に米時間月曜日以降に延期が発表された場合、次回の
可否判断の期日は8月19日の予定以降となると、価格の影響とふざけんなと。また弁護士がこのような持論を展開した数時間後、ビットコイン価格が90万円を突破した直後に下落して、現在87万円。お前かこれ発表して下落させたのは、これふざけやがって。ここんところあ、これリプルだ。リプルだ。ごめん。リプルだった。こいつだよ。こいつ、ほら、ここのところ、朝のね、90万円、これ。90万8000円いって、このままずっと行く予定だったのに、あいつが、あの弁護士が、ひょっとしたら悪徳弁護士かもしれない。わからない、それは。それは知らない、そんなの。ね、このままずっと100万円いく予定だったのに、すっこんころりんぽんと、ね、認可 0.1%、 ふざけんじゃねえと。何ビビってんだこの野郎って感じですね。まあ完全無視しましょう。仮想通貨市場は中長期的にはトレンド転換を果たし、上昇相場に突入していると認識され始めているが、短期的には米規制の専門性に定評のある同志がバイアクシャのビットコイン ETF に対して悲観的な予想を述べたことが下落原因となった可能性もあると。もうちょっと処刑ですねこれね。何にせよ今後2日以内にバイアクシャのビットコイン ETF に関する発表を行われる予定であるため、米セックからの動向を注視しながら相場を、伺っていきたいところだと、ということですね。延期ではなく、却下、トゥインクルボス、ウィンクルボス兄弟より下なわけねえだろ。こっちはバーエクバーはね、シカゴ取引所も入ってんだから、由緒正しい企業と取引所まで入ってんだよ。トゥインクルボスのあっちのね、こっちの、ビットワイズ、バーン ETF っていうのは、いかがわしい会社ばっかりが入って申請をしてるから、そりゃダメでしょと。バーンエックバーンはシカゴ取引所もはじめね、もう、優秀な、まあ、日本でいうところの三菱商事とかが申請してるからね、野村証券とかが。あと、大阪投資証券取引所がね、申請してるから、却下ないだろうと。ビットワイズが、ね、延期されたのに、バーンエックバーンが却下はないだろうということでございますので、皆さん、まあ、当てにならないかもしれないですが、ご安心してくださいね。そして、LINE に登録して、詳しい情報を、早く入手してくださいね。この動画の、感想もお寄せください。それでは、今日も、頑張っていきましょうということですね。もう少しでね、発表されますんでね。楽しみですね。この放送を聞いているあなたはもうすでに送り人だ。そして長野研究会の一員だ。グッドラック。